ルパンの消息は日本の小説家、推理作家である横山秀夫のデビュー作である。横山はこの作品で1991年の第9回サントリーミステリー大賞の佳作に入選するが観光に至ったのは2005年5月25日に公文社カッパノベルズより開講作業を経てだった。2008年9月21日にワウワウのドラマ W で映像化され放送された。 1990年12月、忘年会に出席していた、某警察署の署長、五冠構造のもとにある知らせが届く。それは15年前に起きた、高校女性教師自殺事案について、ある人物の密告により、殺人である可能性が浮上したので支給所に来るようにとの呼び出しだった。一方、北吉夫は突然警察官に署に来いと命じられ、犯行するも、 強制的に連れて行かれる。取り調べ室で問われたのは昔、悪仲間3人で企てた、ルパン作戦のある期末テストを奪う作戦についてだった。ワウワウのオリジナルドラマ制作プロジェクトドラマ W の作品として制作され2008年9月21日に放送された。主演は、上川隆也で監督は、水谷俊幸横山の別の著作、シンドレイも 同じ主演、監督で2007年に映像化されている。ありがとうございます。